暴れ祭り2014後楽園の陣アバ RST2014 シーズン3決勝戦、これより開戦。今宵2014年12月29日護衛バカの精鋭たちが三度この聖地に立つ。その背後に刻まれしは道半ばにて敗れ去り、この地に立つことが叶わなかった宿敵たちの名。総勢405クランの魂を背負い、総勢405クランの頂点に立つ。その2つのクランを今宵決めようじゃないか。群雄割拠の熱い戦いで勝ち抜いた熱き戦士たち。選ばれし者だけが見る世界がここにあり、暴れる者だけが手に入れる世界がここにある。戦いの総決算、暴れ祭り2014、お前たち見届ける覚悟はあるか。お前ら暴れる気はあるか。アバ RST2014 シーズン3決勝戦出場選手を紹介。第1試合護衛トーナメント決勝戦、ルーザーズブラケットから這い上がったハングリーな狂犬集団、リサイクル。対するはウィナーズブラケットを勝ち抜いた孤高の5人衆、デトネイター。第2試合バカートーナメント決勝戦、ルーザーズブラケットの第1位戦術のスペシャリスト、ギャラクティック。
するはウィナーズブラケット1アバ本陣の総大将デトンネイター。RSC2014 シーズン3護衛トーナメント決勝戦を行います。